ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。最近では火星の話題がホットだけど、他にも地球に近い惑星ってあるわよね。金星や水星も比較的地球との距離は近いぜ。だけど水星とか金星に行くという話はあまり聞かないわ。水星においては行くのが相当難しいと言われている。その理由ってわかっているの？今回は、太陽系の全惑星の中で水星に行くのが最も難しい理由について紹介していくぜ。どうしてそんなに水星に行くのが難しいかわからないわ。それでは今日もゆっくりしていってねー。太陽に最も近く神秘的な水星は、太陽系全惑星の中で最も行くのが難しい惑星と言われているんだ。一見地球からも近い惑星と思われるが、水星への旅は太陽系で一番困難なものなんだぜ。そうなの？実はそもそも水星についてよく知らないのよね。確かに水星は話題に上りにくい惑星だ。それならまずは水星という惑星について深掘りしていくぜ。ぜひそこんとこからよろしくね。水星は太陽系において最も小さく、月よりわずかに大きいほどで太陽に最も近い。太陽からの平均距離はたったの5800万キロメートルだ。小さいのに太陽から照りつけられて大変よね。直径はおよそ4880キロメートルで、地球のアメリカ合衆国と同程度だぜ。内部構造は地球と似ており核とマントル、地殻で構成されるが核が水星半径の 85% を占めるほど大きい。水星の大部分が核でできているのね。水星の公転周期は88日で、公転速度は太陽系で最も速く秒速 47km ほどとなっている。だが自転速度は遅く、水星が1回自転するのになんと59日もかかると言われているぜ。そうなると水星の1日ってどうなるの？とにかく公転周期が速く自転周期は遅い。つまり水星に太陽が昇ってから沈み、また太陽が昇るまで276日もかかるんだ。地球とは全く違っているのね。水星の気温も地球の生命にとってはかなり過酷だ。気温が高い時は430度ほどになるが、夜になるとマイナス180度にもなる。それって温度差が半端ないわ。大気が薄いため温度を保てずこのような激しい温度差となってしまうぜ。大気が薄く隕石などが減速しないため地表に衝突しやすくクレーターも多い。大気っていろいろな役目があるものなのね。そのため水星には直径 1550km もアルカロリスと呼ばれるクレーターが目立っている。およそ45億年前に水星は誕生したと言われているが、過酷な環境のため生命が存在していないんだ。水星には液体の水はないの？液体の水は見当たらず磁場は弱く、生命は有害な放射線にも耐えられないぜ。太陽の強烈な熱に炙られ、熱い領域で生物は生きられない環境だ。暖かいのはいいけど暑すぎるっていうのは困るわよね。小さい星ゆえに重力が弱く真空に近い状態と言える。ただし極付近に永久に太陽光が当たらない氷のようなものがあり水分確保はできるかもしれない。でも今のところは水星に住みたい気にはなれないわ。そこには1兆トンを超えるような大量の氷があると確認され塩分も含んでいるというぜ。ここであれば人間が住めるチャンスもありそうだ。生命が住めたとしても居心地というのも大切よ。惑星探査というのは生命が繁栄しやすい天体が優先されるもので、水星はその可能性が低い。水星の探査は難しく、生命がいる期待値が低いためその観測や探査が進みにくいという面が否めないぜ。水星って地球に近い割には実は私もよく知らなかったものね。太陽系惑星の中で最も調査が進んでおらず、未だ謎に包まれた神秘の惑星と言っていいんだ。水星と地球の距離はそれほど遠いものではない。水星と地球が最も接近するタイミングでは、その距離はおよそ9150万キロメートルだ。水星に比べたら土星や海王星なんてかなり遠いわよね。水星と地球は光の速さでは305秒でついてしまう距離だと考えられるぜ。光でなくても1973年に打ち上げられた水星探査機マリナー10号は、146日で到達したんだ。そんな近いのに地球から水星を探査するのはそんなに難しいの？他の太陽系の惑星はもっとずっと遠いはずだわ。それではここで、各太陽系惑星への時間を比較してみる。ただしこの移動時間はあくまで単純化された数値として参考までという前提となっているぜ。宇宙船の速度によって時間は違ってくるものね。宇宙船の速度は時速4万 km ほどと仮定する。まず地球のお隣の金星に移動するには、およそ5から6ヶ月かかることになるんだ。地球と金星の距離はどれくらいなの？およそ4100万 km だが金星は地球より太陽の周りを早く回っており追いつくのに少々時間がかかる。隣だけあってその距離は水星よりずっと近い。距離的に水星に行くより金星に行く方がずっと簡単っていうことになるわよね。ではもう一つの地球のお隣である火星への移動時間だ。地球と火星が最も近い時は、およそ5500万 km の距離がある。やっぱり地球と火星って近いわよね。
ただし地球と火星が太陽の反対側に位置していれば、距離はおよそ4億 km まで伸びることになるぜ。だから平均すると2億2500万 km ほどの距離で、6から8ヶ月の移動時間を要すると考えられるんだ。星同士の位置によってだいぶ距離が変わってしまうわね。次はいよいよ巨大ガス惑星である木星だぜ。地球からの距離はおよそ6億2800万キロメートルまで伸びるため移動時間は1年から2年ほどかかる。木星となるとぐっと距離が遠くなるわ。地球から土星までの距離はおよそ12億キロメートルで、その移動時間は2から3年と考えられるんだ。さすがに移動に3年かかるとなると長旅だぜ。これなら地球からもっと近い水星に行く方がずっと簡単に思えてしまうわよね。青い氷の惑星である天王星に行くには、7年から8年の移動時間を費やすことになる。地球からの距離はおよそ27億キロメートルで太陽から遠いため極寒の環境だ。水星みたいな灼熱の星と天王星の極寒の星では、どちらも同様に快適に過ごせそうにないわ。海王星はさらに太陽から遠くなり、地球からの距離はなんと43億キロメートルも離れていると言われているぜ。移動時間にして10年から12年かかる計算となる。この旅は相当厳しいものになるわね。行って帰ってくるだけでもかなり年を取ってしまいそうだわ。海王星はなんといっても太陽系の中で最も外側を公転する惑星として知られるんだ。地球からも非常に遠くその実像は詳しく知られていない。海王星についてもあまりよく知らないわ。天文学者にとっても馴染みが薄いほどであり、1989年ボイジャー2号の接近が最後の情報だぜ。それ以来はどの探査機も接近していないんだ。とにかく太陽から遠くて寒そうってイメージはあるわ。表面温度はマイナス220度で、大気の水素やメタンなども固体化するほど極寒と言われている。吹き荒れる豪風も激しく、平均風速が時速 1600km を超えて地球では体験しない風が吹き荒れているぜ。水星とはまた違った意味で住みにくいわよね。暑すぎも寒すぎもどちらもきついわ。そのためか巨大氷惑星もそれほど探査は進んでいない。しかしこれらのどの太陽系の惑星より水星への移動が最も難しいんだ。それも信じられないんだけどどうしてなの？太陽系において移動の難しさはその距離によらないということだぜ。どうして地球からそれほど遠くない水星が、太陽から最も遠い海王星より行くのが難しいの？それは水星への到達のハードルの高さに加えて、水星に着陸する困難さというものがある。まずは重力アシストの問題から見ていく。他の惑星への移動については重力アシストを利用できるが、水星では機械が限られるんだ。重力アシストってどういうことなの？重力アシストというのは、宇宙船が他の惑星の重力によって進行方向や速度を変える技術だぜ。重力を利用すれば燃料の消費を減らせる利点がある。それは効率的な方法だわ。特に宇宙空間における長距離の移動には、こうした技術を用いて効率的に行われるんだ。だが水星においてはこの重力アシストに制限が出るぜ。どうしてなの？その答えは水星が太陽にかなり近い位置にあるからだ。つまり他の惑星を利用して重力アシストを効果的に行う機会が減ってしまうということになる。太陽が近いと重力アシストが使いにくいのね。水星へのルートでは火星や木星など他の惑星の重力を用いることに限界があると言われているぜ。しかも水星の軌道はかなりの高速であるため、宇宙船はかなり追加のエネルギーが必要となるんだ。すると燃料の消費が激しくなってしまうわね。だが重力アシストに限界があり燃料の消費が激しい。もしくはより洗練された技術を要することになる。確かにこれは大きな難題になってしまうわね。重力アシストの機械が限られることで、他惑星への移動よりも軌道計算がより複雑になるぜ。ここでまた技術的障壁がぐっと上がることになるんだ。水星って思ったよりずっと厄介なのね。さらに水星は太陽に近すぎるため激しい高熱や放射線にさらされているんだ。宇宙船がこの高温や放射線に頼るには、かなりの技術を用いる必要が出てくる。これもまた大きな課題になってしまうわ。最低限考えられるのは、熱保護システムの搭載だぜ。しかも極端な高温に耐えることができるような特殊なシステムを開発しなければならない。水星の気温は430度くらいになるのよね。高度な技術による熱シールドであったり、断熱材は必ず搭載することになるんだ。この部分でもコストの高騰は免れないぜ。宇宙船が太陽の熱で燃えてしまったら元の子もないからコストや手間がかかっても対応するしかないわ。一方で特別な冷却システムも必要になる。機器などを適切な温度で作動させるための冷却システムとして放熱板なども用意するんだ。いろいろと準備が大変ってことよね。宇宙の気温はかなり低いが水星では430度の熱に襲われる場合があり温度変化がすごい。この温度変化に頼る宇宙船の開発も至難の業だと言われているほどだぜ。暑すぎるだけでなく寒さにもしっかり考慮しなくてはいけないのね。ここまででもその困難さが身に染みてきたわ。
ここまではまだまだ序の口だ。太陽からは強い放射線が出ており、これに対して放射線を防御する材料を備えることになるぜ。高い技術により設計されたシールドは欠かせない。これは技術開発にかかる時間が半端じゃないわね。しかもコストも湯水のようにかかるんじゃないかしら。水星に行くことがいかにお手軽ではないかということがこの時点でも理解してもらえたと思うぜ。高温に耐えるために使用する機器もそれぞれ特別素材を使って耐熱性を高める作業も加えられる。細部まで気を使わなければいけないものね。水星の軌道というのは非常に速く、そして重力も小さいという特徴があるんだ。宇宙船はまずこの高速軌道に合わせて速度変更を行い複数のエンジン噴射を要するぜ。太陽の周りを高速で回っている軌道に突入するなんて勇気がいりそうだわ。小さい重力場では宇宙船が軌道に入るとき高度な技術や精密な操作をすることになる。そこを一歩間違えれば、水星にぶつかったり通り過ぎたりといった惨事を招きかねない。これはめちゃくちゃ緊張するわね。軌道に入るのも困難だが脱出も簡単ではないんだ。太陽の重力も加味して計算され尽くした調整をするぜ。もはや失敗は許されないものね。宇宙船の燃料は全ての過程で必要で、その管理にも細心の注意を払うことになる。水星に着陸する際もパラシュートなどを使い減速をすることができない難しさがあるんだ。どうしてパラシュートが使えないの？水星には大気がほとんど存在していないため、着陸には逆噴射などを利用するしかない状態だぜ。これには多くの燃料を消費するという難題がある。もう言葉も出なくなってきたわ。水星に行って探索するハードルが高すぎることが、嫌というほど分かった気がしたのよ。太陽系で最も太陽に近い惑星である水星は、最も挑戦的な惑星とも言えるものだ。太陽系の全惑星の中で、水星への移動は格段に困難が伴うことは間違いない。こんなに水星へ行くのが困難なら、人類はこれまで水星に行ったことはないの？探査のハードルが高いながら、これまで2度の接近観測を成功させた。水星という未知の領域へは私たちの飽くなき好奇心をかきたてる存在でもあるんだ。これまでどんな水星探査がなされてきたの？まず1973年に水星と金星の大気と地表を探査するためにマリナー10号が打ち上げられたぜ。マリナー10号は金星の重力を利用して加速し水星へと接近した際水星表面の撮影に成功した。水星表面の写真があるなんて感動するわね。撮影は表面の 45% 成功し、水星と地球が似た磁場を持つといったデータ観測も行ったんだ。しかし軌道の関係で2度水星に接近したものの、同じ側面だったため表面 55% の撮影はできなかったぜ。そこまでできただけでもまずは拍手ものよ。1975年には燃料が尽きてしまい残念ながらミッションは終了した。送信機は停止され太陽を公転するだけとなったんだ。太陽をただずっと回っているってなんか寂しいわね。水星に探査機が訪れたのはマリナー10号が初だったぜ。この観測によって、水星の表面がクレーターに覆われていることも分かった。まるで地球の衛星の月みたいね。2台のカメラも搭載されており、2800枚もの写真を撮影し水星の表面を私たちに見せてくれたんだ。そして水星の地表面にヘリウムを主成分とした薄い大気があるということも突き止めたぜ。かなり大活躍してくれたわね。マリナー10号はマリナー計画にとって最後の探査機となってしまった。しかしこの計画で獲得した技術は、ボイジャー計画へと受け継がれることになるんだ。マリナー計画って何？ NASA が実施した初期の惑星探査計画のことだぜ。マリナー1号から10号まで打ち上げられたが、成功したのはその中で7機だった。そんなにたくさん打ち上げられたのね。マリナー2号は金星に接近し探査成功したんだ。これは他の惑星の探査に成功した世界初の探査機と言われている。水星探査より先に金星探査が成功していたのね。マリナー4号は火星探査に成功し、火星の気圧や磁場について確認されたぜ。ついでマリナー5号は金星探査に成功し、マリナー6号は火星探査で大気成分を調査した。マリナー計画はなかなか順調だったみたいね。マリナー7号も火星探査成功、マリナー9号は火星周回軌道投入を果たした史上初の探査機だ。火星を回る人工衛星となり、火星観測したぜ。そしていよいよマリナー10号の出番ね。マリナー10号は金星と水星を順次訪れ、スイングバイ航法を成功させた初の探査機となった。メッセンジャーが水星に到達するまで、マリナー10号だけが水星に訪れた探査機だったんだ。水星ってやっぱりめったやたらに行けるところじゃないってことよね。マリナー10号の驚くべき実績として、水星には大きな地殻変動の形跡がないと突き止めたことだぜ。隕石等の衝突によるクレーターを多数発見し、それらは地殻運動がないため残っているとわかった。地殻変動があるかないかは重要な問題よね。しかも水星に磁場があることも発見したが、磁場は地殻の融解により生じるとされていたんだ。だからそれを覆すことになったぜ。
マリナー10号は驚くべき成果を上げていたのね。2004年には NASA の探査機メッセンジャーが、水星探査を目的に打ち上げられることになった。メッセンジャーはおよそ6年半かけて水星に接近し、水星表面のおよそ 95% を撮影することに成功したんだ。95% と言ったらそのほとんどだわ。メッセンジャーは水星の周回軌道に投入され、4年という年月にわたり水星を探査したぜ。そして2015年にミッション完了し、意図的に水星表面に落下した。メッセンジャーは今も水星で眠っているのね。メッセンジャーはどんな探査を行ったのかしら。任務は多岐にわたるもので、水星がなぜ高密度なのかであったり地質学的歴史を解明することだったぜ。そして核の状態と構造、磁場の特性、極地域の氷などの物質も解明するミッションがあった。やることが盛りだくさんね。また薄い水星の大気の起源やその成分を調べることもしたんだ。メッセンジャーの耐熱性能は非常に高く太陽からの高熱にもよく耐えるものだったぜ。メッセンジャーの調査は本格的なものだったようだわ。主な成果としては水星の火山活動や表面状態、実験について次々と突き止めた新発見の数々だ。まず水星の火山活動だが、火山性の堆積物がある場合どの程度の規模なのか調査した。そんなことまで調査可能なのね。メッセンジャーは北極あたりの広い範囲で堆積物を確認し、全体では 6% 以上の領域で発見したぜ。厚いところではなんと 2km にもなっていたんだ。積極的な火山活動が水星で起こっていたのかしら。水星全体で火山性堆積物の地図を作れば、火山活動の変遷などが明らかになる可能性がある。そして水星の表面状態だが、クレーター中央の丘などに独特な地形が見つかっているぜ。そうした地形はやや青みを帯びており、浅いくぼみが不規則な形をして集まっているものだった。どうしてそんな地形ができたのかしら。水星全体で見られる領域ではあるがクレーターではなく詳細は不明となっている。調査によれば水星の表面はカリウムが存在し、他の惑星とその平均組成がかなり違っていたんだ。謎が謎を呼ぶ状態よね。水星は密度が大きいことから鉄が豊富と予測されていたがそれは否定される結果となった。水素の実験の調査で、極付近にイオン化したナトリウムが集まっている領域があると分かったぜ。どうしてナトリウムがイオン化しているの？水星にあるナトリウム原子が太陽風により電子を剥ぎ取られイオン化した可能性が高い。また、ヘリウムイオンも実験に存在していたんだ。だんだんと水星の謎のベールが剥がされていくようだわ。観測によって強く分かったのは、水星は決して死んでいないということだぜ。巨大な金属核が作り上げる複雑なシステムは、明らかに水星が活動していると示唆している。火山活動も見られたようだしね。非常に希薄な大気だが、粒子がイオン化し太陽風や磁場などの影響で複雑に振る舞っているようだ。メッセンジャーの任務はすでに終了したものの、水星のさらなる調査が期待されることになるぜ。次なる水星の調査は、ベキコロンボに託される。ベキコロンボって何？これは宇宙航空研究開発機構と欧州宇宙機関の共同プロジェクトだ。水星実験探査機と水星表面探査機の2機を水星軌道に投入して1年にわたり調査するものだぜ。随分調査の本気度が増している気がするわ。これらは水星内部や表層、大気や実験の総合的な観測により過去から現在を明らかにすることを目指す。これまでで最大の水星探査計画とされる。表面と実験のそれぞれに特化した探査をするなんてかなり力が入っているわよね。マリナー10号の金星と水星探査ミッションにも参加したジュゼッペ・コロンボ氏にちなんでいるぜ。天体力学や宇宙考古学で業績を残した研究者で、ベキという愛称で知られていたんだ。それで、ベキコロンボというのね。とはいえ打ち上げには多くの困難が伴ったが、2018年に無事打ち上げられることになった。ギアナ宇宙センターから打ち上げられてから、複数回のスイングバイから水星周回軌道に投入予定だ。まだ完全には水星周回軌道に入っていないのね。予定としては2025年に投入された後、2つの探査機は水星到達後に分離して探査するという計画だぜ。探査機は協力しながらおよそ地球年で1年間水星の観測と調査を続ける方針となっている。それで新たに何がわかるのか楽しみね。1年間の延長観測も予定されており、さらに多くの発見があると考えられるんだ。水星表面探査機が水星画像の撮影を担当し、水星実験探査機は磁場の観測を行っていく。メッセンジャーではわからなかったところがしっかり解明されていくことが期待できそうね。目的としては、なぜ水星の密度が太陽系の他の惑星より高いのかを突き止めるぜ。そして水星の地質活動は行われているか、水星がなぜ磁場を持つかなども調査する。やることがとにかくたくさん溢れているわね。水星では主な構成要素と考えられる鉄が検出できない。これも大きな謎として残っているんだ。水星って知れば知るほど興味深いわ。
水星の核の状態も未だ不明であり、太陽風と磁場の相互作用の解明もまだだぜ。このようにベキコロンボの目標は多岐にわたる。早く水星周回軌道に落ち着いてほしいわ。2023年には水星の地表から 236km まで接近した。この探査機が水星周回軌道に入るまで6回の水星フライバイが予定されているが3回目となったぜ。もう水星に到着していたのね。すでに観測は始まっており、直径 218km もあるマンリークレーターも撮影されている。このクレーターは探査対象として非常に興味深いものと考えられているんだ。ここからどんな謎が解明されるかワクワクしてきたわね。クレーターからすでに水星の火山活動が長期的なものだったと示された。とにかく周回軌道に入るまで気が抜けない。いつか水星の地表にたどり着く日が来るといいわ。今回は、太陽系の全惑星の中で水星に行くのが最も難しい理由について解説してみたぜ。まさか距離的には近い水星が、これほど謎に満ちた未知の惑星だったなんてね。それもこれも水星が太陽に近すぎるせいだ。水星の魅力に気づき始めた人類は、このまま水星を放ってはおかないわよね。どんな困難があろうとも、人類の探求心の情熱を消し去ることはできないはずだぜ。これから水星はもっと存在感を増していくに違いないわ。今回の解説はこれにて終了だぜ。ご視聴ありがとうございました。